おはようございます。2024年8月27日火曜日の朝です。今日の体重は 65.40 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アピラちゃん。今日の天気は雨でございますね。昨日夜中なのか朝方なのか、結構すごい雨の音でね、一瞬目覚めたくらいすごい雨だったんですけど、ずっと今日も朝も降ってますね。こういう天気なのかな、今日は一日中ですね。はい、そんなわけでございまして、今日もね、なんと午前中にですね、アロマララクの方にご予約いただきまして、お出迎えの準備をしてですね、午後からももしかしたら出かけるかもしれないけど、ちょっとまだ予定はっきりしてないっていう感じではございますけれども、順番にいろいろやっていきたいと思いますよ。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は目玉焼き、トマト、レタスとビーツ、キュウリ、パン、ヨーグルトの上にマヤさんからもらったなんとかっていうフルーツのジャム食べます。はい、では今日もですね、施術終わりました。今日はヘッドマッサージとですね、デコルテをやりましたけれどもね、すごい満足して帰っていただいたんですが、実はね、アビラうどんのですね、キミさんが来てくれてました。ちょっとね、いろいろ話に盛り上がっちゃったりしてて、動画撮らせてもらうの忘れちゃったんですけれども、それでね、こちらのアビラうどん、ちょっとね、持ってきていただいたんですけれども、こちらのね、お店、うちの近所のですね、北海道アビラ町のお湯分けにありまして、それで、プレオープン8月20、2日間ね、あったんですけども、この間。それも終わっちゃって、改めてプレオープン8月29から9月2日、そしてグランドオープン9月12日からとなってますのでね、ぜひ皆様食べに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日のお昼ご飯です。今日は旦那さんが買ってきてくれました、ホットモットのお弁当。じゃーん、美味しそう。こちらはサラダ&ハーフカットステーキコンボでございます。美味しそう、食べます。エリコロの動画、今3時半くらいです。なんかね、すごい雨ですね。さっきもっとザーって土砂降りになったりもしてたんですけれども、なんか一瞬止んでたんですけども、やっぱり今日はずっと雨みたいですね。はい、そんな感じで今日ね、キムさんお帰りになってお昼食べて、その後はずっとね、お家の中でお仕事したりとか作業したりとかしてました。で、今日実はですね、おととい8月25日のひまわり音楽祭のためにですね、来てました、高橋涼子さんが千歳空港から帰ることになっていて、それでうちの、ね、旦那さんがね、もう結構前から言ってたんですけども、空港行った時にどうしてもね、やりたいことがあるってずっと言ってて、で今日せっかくだからちょっと一緒に行って、なんかついでと言ったらなんですけどもね、送りかけがね、こんな雨ですしね、行こっかっていうことで行くことにしました。って言ってもね、安平町から千歳空港まで30分車でかかんないんですよね。すごい近いから行こうかなと思っております。じゃあこれから迎えにまずはね、行きたいと思います。千歳空港よこさん、釣りに来ましたよ。で、ちょっと時間があるので、これからお茶しに行きたいと思います。宮古島でコーヒーとチーズケーキを食べます、飲みます。よこさんのお世話になっている方のお店、トカチバレーに立ち寄っておりますよ。よこさんは今ね、お土産選び中でございまして、そして今旦那さんはこちらのインカの目覚めバターソフトを食べに来ました。あ、すいません、ありがとうございます。ま、美味しそう。はい、ヨコさんのお知り合いの西村さんのお店、はい、トカチバレーに来ておりますよ。はい、こちらありがとうございます。イチオシの、はい、今ね、トウモロコシの時期なので、うん、トウモロコシ、日本一生産量の多い根室町のトウモロコシを使ったクラフトビール、はい、メモロゴールドクラフト、はい、空港内ではうちでしか売っておりません。ぜひ買いに来てください。
はい、あとこちらは、シーベリーっていうあのオレンジ色の果実があるんですけど、すごい栄養価の高い、果実で、もうすっきり感、清涼感があって、清涼感の量は高橋涼子の量。買います、はい、女性が喜ぶ栄養素がたくさん入っております。あ、そうなんですね、はい、やったすごい、はい、リボンナポリンではありません、はい、これもね、あとね、いちごを使った水羊羹、北海道でもいろんな町でいちごを作っております。はい、阿蘇路町、松山千春さんのふるさと、はい、阿蘇路町のいちごを使った水羊羹、素晴らしい、はい、おいしい。これも空港ではうちでしか取り扱ってない、十勝の店ならではの、はい、そんなたくさんこちらのお店だけの限定の商品がございますので、皆さんもぜひ千歳空港に遊びに来た時はお立ち寄りいただいて、はい、たくさん素敵なお土産探してみてください、はい、お待ちしております、はい、先ほど食べたソフトクリームですが、千歳空港のソフトクリームのです総選挙があって、濃厚部門、さっぱり部門、個性派の部門がありまして、その中のデーン2位を獲得したソフトクリームでございました。めちゃめちゃ美味しかったですよ。もし来る機会ありましたらぜひ食べに見てください。すごい美味しかったです。しばらくのため北海道は離れるけど、またぜひ関心皆さんも楽しませに来てね待ってますじゃあ皆様、なんか3日4日くらいレイちゃんで高橋涼子さん私の動画に出てくれましたけれども、これからも度々出てくれると思いますのでよろしくお願いします。その日までまたねやるよね、こうだったらね、あれ、まだ撮ってるエリコロの動画。もうね、夜いい時間になってるんですけど、夜ご飯ね、ちょっとラーメン、またラーメンだけど、ちょっとね、混んでなかったら食べてこうかって話してます。ちょっと行ってみます。すごいね、混んでる。さっと入れる紫陽花に行っちゃいたいと思います。函館の思い出の味でございますね。行きます。今日の夜ご飯です。今日は紫陽花の特塩ラーメンにしました。入れます。ごちそうさまでした。美味しかった。お店によってはすっごい並んでるけど、入れるところは入れてよかった。じゃあ帰ってきましたよ。なんかさっき警報で洪水警報みたいなのが油町出てたみたいですね。でも今はね、霧雨になっております。あー、よかった。帰ってくる時はすごい雨にも特別当たらなかったから、無事に帰ってこれましたよ。じゃあ中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということで今日もね、気づけば充実の一日ということでございまして、もう最近はもうね、充実の一日が続いてて楽しい毎日なんですけれども、今日はですね、アロマララクの自宅サロンの方にですね、ご予約いただきまして、それで来ていただいたんですけれども、昨日もですね、こちらの食生活 Vlog の方に登場していただきました。まあ昨日、一昨日もですね、あ、しかもその前の前の日もですね、登場してくれました。野村キミさんですね、来てくれたんです。で、ちょっとね、私もキミさんとすごい2人だけでお話しするのがね、実は初めてだったんですよね。それで来ていただいてからすぐなんか
すごい話盛り上がっちゃってですね、ちょっと動画を撮らせていただこうと思ってたんですけど、すっかり忘れてて、そう、それで撮ら、あんまり撮れなかったんですけれども、あの野村きみさんね、うちの近所の、私北海道安平町にね住んでおりまして、で追分という地区に住んでるんですけれども、もうねすぐ近くにですね、うどん屋さんをねご夫婦でオープンすることになって、もうねプレオープン2日間は終了してるんですよね。そう、それでこの後ですね、8月の29日から9月の2日までも一応またねプレオープンされるということで、でそしてグランドオープンが9月のね12日からっていうことになっておりました。今日ね持ってきてくれたんですけども、スケジュールの方ですね。そう、それでねまずね今日こういったねフライヤーうちにも置くとこあるよっていうお話しして、こちらのねアピラうどんさんのこのねフライヤー持ってきてくれたんですが、本当ね これ読んだらねこだわりのあるねいろんな気持ちのこもったうどんを作っておりまして、でインスタグラムとかもありますから、ちょっとこちらもですね概要欄に貼っときますね。あと通販もやっていて、通販もねお買い求めいただけるようになってるみたいです。でね今日ねちょっとこれ持ってきてくれたんですけども、これね可愛くないですか、この箱になっててお土産にぴったりだなと思ったんですけど、このね一人前の冷凍もあるし、この半生タイプのねやつも販売されてて、うどんとあとねこのお出汁とかおつゆもついてるやつで、こういう風にね可愛い箱になっててね、これなんかちょっとしたね手土産にもいいよねって感じのねうどん持ってきてくれました。そう、これね可愛いです。今度いただきたいと思います。だからねもしちょっと気になるなっていう方もね、これ1人前で販売もしてるので、ちょっとね試しに食べてみたいなって思う方、ぜひこうやってねネット通販とかもやってるのでお買い求めいただいて食べていただいてもいいかなと思いますね。でもしねお近くの方ですとか、ちょっとドライブがてらね安平町に行ってみようって思う方がいらっしゃいましたら、店舗がねありまして、昨日夜行ったんですけれども、まだね営業外の時の状態なんですが、ちょっとお店の様子とかも見せていただいてるので、もしねお時間ありましたら、昨日のエリコロのダイエット日記の方のね8月の26日の動画ね見ていただくと出てるので、見ていただけると嬉しいです。はい、そんな感じでした。でね、そう、昨日もその店舗に行かせていただいた時に、野村きみさんと、あと今日ね千葉の方にお帰りになりました高橋涼子さんがね一緒にライブ配信しますっていうことになってて、それでねちょっとね立ち会わせていただいたんですよ。そしたらね、ほんとねピアノがね置いてあって、で、きみさんの演奏と2人のね歌声がすごい素敵で、で、わ、この店舗のねお店の中の雰囲気でこの生歌とか聴けたらすごい雰囲気いいなって思ってたらね、なんと今日ねきみさん来た時にねちゃんとね考えていらっしゃいますよ。こういったねコースと言っていいのかな、ありました。このね2人だけのご褒美時間ということで、浅野さん、あ、そうそう、浅野さんは浅野さんって言ってて、野村きみさんって私言ってますけれども、野村きみさんね、お名前はね活動名でやってるんです。なので浅野さんご夫婦って感じなんですけれどもね。さ、それね、ご主人がねバーテンダーをやっていて、でそれで野村きみさんラウンジとかでねこうピアノの弾き語りをやってたので、そこで出会って、それでなんか縁あってご結婚されてっていう風な感じなんですって。それでね、その2人が今回自分たちのお店で夜はこういったねバーみたいな感じで使ってほしいということで、こんなプランをご用意してました。で、浅野さんがお酒を作ってくれて、そしてきみさんがピアノの生演奏をしてくれて、でお酒のお供なんかもついてて、2名様で1万円っていう風にね料金になっているんですよ。でこのね料金
なんかこう結婚記念日とかお誕生日とか本当にぴったりだなって思いましたので、もうねぜひぜひね来てほしいなって思いました。でこのねあのプランは一応今のところはね予約制になっているということでございます。なのでね、まあ、インスタとかにもねあの告知されると思いますので、そちらなどチェックしていただいてもいいかなと思います。一応電話番号もね書いてますけれどもね、そういったね素敵なご夫婦なんですけれども、そで野村きみさん今日来ていただいてねヘッドマッサージしてたんです。もうこの間ねロビーコンサートが本当ついこの間あって、その後ひまわり音楽祭をやって、でそれでねアビラうどんの方のお店の方もねオープンの準備とかいろいろあったりとかして、本当にね大変とか、まあ忙しくてねいろんなことやらなきゃいけない時期だったっていうのもあってね、それでやっとねひまわり音楽祭終わって一段落したのでっていうことで、昨日ね直接ご予約いただいていろいろ話してて、行きたい行きたいって前から言ってくださってはいたんですけれども、もし大丈夫だったら明日でもいいですかっていうふうにねお声掛けいただいて、もちろんですよって言って今日来ていただきました。でね本当にねすっごいね本当に気持ちよかったっていうのが伝わるくらいね感想をねいろいろ書かせていただいてね、私も本当にやった甲斐があったなって思えるくらいすごいねリラックスしていただいたので嬉しかったです。はい、そんな感じでした。その後ね午後からは旦那さんねお弁当やった助かりましたね、お弁当買っとってくれて、それでパパと食べたっていろいろやることやったりとかして、でまあ、予定にはそうしてもいいかなと思ってたけど、まあ、がっちり予定入れてたわけじゃないんですが、今日ね本当雨すごくって、で旦那さんもね空港に行きたい用事っていうのがあったから、もうせっかくだから今日やめひどいし高橋涼子さん送っててあげようかっていう話になって、それでねちょうどね時間帯も合いましたから一緒にね車で千歳空港の方まで行って、でねちょっとお茶していろいろお話しして、今後のね話とかもして、この間のひまわり音楽祭もねすごい良かったねっていう話とかもしてですね、そうでね本当に楽しく時間を過ごさせていただいたら、あっという間にもうね搭乗時間になりまして、それでね島の方に帰られたんですけれども、一応ね高橋涼子さん本当にね安平町の観光 PR 雪だるま大使っていうね任命されてね、安平町外でも活動される時、音楽活動ももちろんですけどいろいろねラジオやったりとかもしてるんですって。でそういう時にね安平町の宣伝とかもしてくれて、で本当ねまだね安平町内の方になかなかねみんながみんなでこうみんながみんな涼子さんのことを知ってるっていうほどまでね知名度的には安平町内広まってはないんですけどもね、本当に一生懸命安平町が大好きで安平町をアピールしてくれている方で、本当に、ね、私もねお話直接聞くとね本当にお人柄もとっても良くて優しくて、で本当に真面目で一生懸命お仕事にね本当に一生懸命な方でね共感できるところもたくさんありましてですね、応援したいなって思いました。で本当ね歌声がねとにかくすごく透き通ってて心に染めるね歌をたくさん歌われててね、シンガーソングライターでオリジナル曲もやるしカバー曲もやったりもするんですけれども、本当にね素敵な方なので、もしねこちらのエリコルのダイエット日記を見ててなんかちょっとね高橋涼子さんちょっと応援したいなと思う方とかいらっしゃいましたら、ちょっとね、インスタグラムとか YouTube もやられてるのでリンク貼っておきますので合わせて見ていただいてフォローとかもねしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。でそんな感じでね、でそうそう空港に行って、で高橋涼子さんがお世話になってる、ね、西村さんっていう方が十勝バレーっていうお土産屋さんやってて、そこに立ち寄った時にねちょっとね気になったの、これねさっき旦那さんが食べてたソフトクリームについてたポテトチップじゃないねポテトケンピね、さつまいものねケンピよく聞くけど、もうこれは
ポテトだけどね、じゃがいものけんぴ美味しそうだったから、私そこ食べなかったし、ちょっと食べてみたいから買ってきました。あとさっきもちょっとね、西村さん宣伝してくれましたけれども、シーベリーソーダ、これはね、北海道に士幌高校っていう、士幌町っていうところがあって、そこの士幌高校っていうのがあってね、なんかね、そのね、高校生がね開発したジュースなんですって。でこのね、シーベリーっていうのがそこでたくさん取れて、それを使ったソーダっていうからね、ちょっと、しかもビタミン C とかめちゃめちゃ、ビタミン A、C、E が入ってんだって。だからほんと美容にいいっていうから、ほんと一回買っちゃったこれね、美味しそうですね。で本当にね、これはそこのね、トカチバレーにしか商品置いてないということだったのでね、これみんなもし行く機会があったら買ってみてください。私もこれから飲んでみたいと思います。ね、で面白いもの結構あるんですよ。あんま他のお土産屋さん、ザ北海道土産っていう土産にはもう飽きちゃったっていう方なんかは特にね、あそこの十勝バレーさん行くとね、変わった美味しそうなものいっぱいあったから、しかも美味しそうなの全部ね。そうだから北海道らしくって、あんまり他のお土産屋さんで見たことないものが取り扱いあったり、あとソフトクリームの他にコーンのコロッケとかね、すっごい美味しそうな、他の中でカマンベールだっけな、なんかチーズが入ったコロッケとかもあったから、イートインでね食べれるかなと思うので、イートインでね、テイクアウトで、イートインはない間違ったテイクアウトでね、してアムアムって食べ歩きしていただくこともできるっぽいのでね、ぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、そんな感じでした。ね、なんかね、今日もまたラーメン食べちゃいましたけれども、まあ、でもね、アジサイすごいさっぱり、こってり、全然こってりじゃないからね、さっぱりなんで、まあいいかっていう感じで食べてきましたけれどもね、まあ今日は結構動いてるからいい、ご褒美自分にと思って食べましたけれども、美味しかったです。はい、そんな感じで今日はね、これくらいにしておきたいと思います。最近ちょっと喋りすぎですね。じゃあ最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またね。